にちは。本日は東京ディズニーシーにやってきました。やってきました。日々変化するパーク状況の中、5月になって東京ディズニーリゾートではいくつか大きな変更点がありました。ディズニープレミアアクセスの導入、スタンバイパスがほぼ廃止になっていること、シャイニングウィズユーや BBB のショーの初回が自由席になったことです。撮影日は5月21日土曜日、これらのことが始まった最初の週末です。この日私たちがどのようにディズニーシーで一日過ごしていったのか、私たちの気づき体験を皆さんと共有できたらと思います。ぜひ最後までご覧ください。この顔が来るのかさ、あ、本当だ、全然印象違う。こういう結構総柄物ってそういうところがあるんですよ。どっちもって言わないの？それはこだわると大変だね。ちょっとさ、2時間ぐらいもらえます。それでは導入されて最初の週末、ディズニープレミアアクセスソアリンファンタスティックフライト見ていきたいと思います。1回2000円、これが高いのか安いのか。早速9時見てみますと、お、10時、11時、12時、13時、14時、なんだ全然あるじゃんと思いきや、10時台になりますと、もうこの状況、開園1時間ちょっとで売り切れそうな勢いなんで、利用する方は急いだ方がいいですよって、買わないんかーい。今日はショーの初回が並べば見れるようになってて、それのね、最初の週末なんですけど、だから、並ぼうよ。でも抽選なんかにやんないと一回やろうよ。いいよ。じゃあエントリーします。はい。あ、なんかほらほら、なんかほら。痛い。俺ワクチン3回接種したところ。お前あれだけ言ったなら叩くときは気をつけろ。9時12分の段階で初回公演が終了。なんということでしょう。買い物してる場合じゃなかったね。ね。マジで。おはようございます。ハンガーステージでのサイニングウィズユー。本日何も言えない。ちょっと聞いてくる。聞いてきたら、10分20分ほど前って言ったから8時50分前ぐらい。いやもう終わっちゃってたっていうことなんで。なるほど。もうあの。ちょっとアーリー気味で入ってダッシュで来ないと間に合わないですね、週末は。はい、ということで私たちのディズニーシーは終わりました。切り替えていこうぜ。もう見たかったのにさ、これのために来たのに、私めっちゃ悲しいんだけど。また来ればいいよ。そうなんだけどさ。見たかったのに。大丈夫、また来ればいいんだから。シャイニングウィズユーが見たかった。また来ればいいんだから。ディズニーランドでもさ、ショー全然やったんないじゃん。大丈夫だ、じゃあもうまた来月来よう。ね、マジで本当に運がないと思う。うん、しかも今日雨降るし、うん、雨予報じゃなかったのに、うん、やだ。でもまあシャイニングウィズユー、うん、9月までやってるじゃん。で、まあね、今回はさ、確かに確かに今回はさ、始まったばっかりだからさ、やっぱみんなさ、並べばいけるんだってわーって一番最初の週末だからね。だからみんなやっぱり思いはあるわけだよ。確かに情報言ってるからさ、だからこれがさ、いい情報になってるって。そうだよね、うん、皆さん使ってください、ぜひ。この思いをね、晴らして。あー悔しいな、絶対いいショーなのに悔しい。じゃあインディージョーズになります。ラバハリ。乾杯。うん、乾杯。魅惑のスペシャルセット行ってみなよ。カスタードとフルーツとローストビーフが入ってるという謎の。パンとしては可愛らしい出来ですね。うん、ちょっと下の方は
フルーツカスタードの部分だね。あ、行ったね。あ、ディズニーマジック来た。一緒に食べるとちょっとわからないけど、みんななんかフルーツサンドがやってるじゃん。うん、あの感覚だ。あ、本当？美味しい、すごい。カスタードついてる。どう？いいんじゃない？私より良くないけどね。別々がいいかな。あ、別々がいい。分解しようぜ、これ。これを引っこ抜いて、これフルーツです。食いにくいし、どうせ。もう自由に行こう。フリースタイル。でもほぼルーベンサンドだから、こうすれば。あ、そうだね。ちょっとルーベンサンドがあるの、こっちに。うん、安定のルーベンサンドですよ。美味しそうですよ。ルーベンサンドが一番美味しいよ。うん、こっちはね、うん、やっぱこれじゃない、うん、ラバハリ。めちゃくちゃいい席だった。で、初回からあれでしょ、なんかゲッタンかまんないやって、そう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 、ゲッタンかましてたね。おーとか言って、やっぱ並びを解放しただけあってさ、手拍子とかやっぱノリが全然違かった。初回はね、推しがいるんですよ。うん、超推しの人たち。うん、違うね、暑さが違う。元のパークの暑さ感じたよね。うん、ちょっと機嫌が治ったみたいでよかったよ。俺は見えたからね。Yo, hey. Hi. I really wanted to see you. He's so handsome. じゃあ撮ります。はい、ポーズ。Thank you so much. Thank you. You made my day. Thank you. 皆さん今キャプテンにご挨拶してきました。キャプテンさ、声出してくれるようになったね。あ、そうだね。うん、前はなんかジェスチャーだけだったけど。ああ、結構近寄っても大丈夫だったよね。そう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 、キャプテンハンサムだった。いや、そうなんですよ。品種は確か覚えてる限りだとスーパースターっていう名前。いい名前だね。そうなんです。それぐらいやっぱりミッキーじゃん。ミッキーだね。皆さんが調子してきてるミッキーと同じく。今日ミッキーだよ。ファンタジーだった。いや、本当にすごいお洋服も素敵で、ですよね。すごい素敵だなと思って。アラビアンコースト、今植物が見頃なのを生えてる場所多いので、はい、こちらの奥の黄色い極楽鳥花という、はい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 、この先に進んでいくと、はい、チロス屋さんがあるんです、はい、そこの裏に咲いている、はい、ブラシの形をして、はい、ブラシの木というのが本当にちょうど見頃を迎えてまして、はい、レモンだったりが、あれレモンなんですか、ちょっと見に行ってみよう。ぜひぜひ、いろいろ植物。あ、レモンは、さ、あるよ、ほら。私もなぜここにレモンかっていうのは考えてみた。あ、本当だ、レモンだ、レモン、レモン。感じて何かしらが何かしらか、みかんではなさそうぐらい。私、本感でもないし。そうなんです、ちょっと何かはわからない。柑橘系なのは確かに。あ、本当だ。スパイスとして何か味を添えているのかもしれないですし、こういう風にパーク見るのも楽しいですね。いや、そうですね、なかなかコアな楽しみ方ではありますけど。コアですね。これが今キャストさんに教えてもらった極楽鳥花。本当にさ、極楽鳥っていう鳥、横から見てこれがさ、トサカでさ、くちばしでさ、鳥みたいだよね。ちょっと怪しいね、うん、感じの雰囲気で、はあ、かっこいいですね。
タブー来た。今撮ってたの。そう。お兄さん後ろ下がってって言われちゃったから。アブー来たよ。ありがとう。食べちゃダメだよ。食べてない。食べちゃダメだって。これか例の。ブラシの木。あ、そうそう。うわ本当にブラシみたい。たわしみたい。触ったら結構ねふわふわしてて気持ちいい。ブラシの木かわいい、いい色だ ね。見て新エリア相当できてない。本当だ本当だ。あの建物はなんだ、ね、なんだろう。それでは心のコンパスを修正し西ンドバッド行きたいと思います。僕は人生の迷子中です。ふざけてるだけだよね。It's chicken time。 行きます。食べちゃうよ。ルバンだね。今日食べたの残る。ディズニーシー一番うまい食い物なんじゃない。この時間特に好きです。うん、うまい。最高にして最強。これもうちょっと辛くてもいい。うん、はい、スパイシー。ブルーパスパイシークリームちょっとないって書かないですね。てかさ、これめちゃくちゃ乗ってんのにさ、毎回さ、内容忘れてるでしょ。忘れてる。毎回同じことでびっくりしてんだもん。そう、雷がバーンとしたらうわーってやって、それ木が横から出てたらあっちゃーって。イソラデゴンドリア。あ、イソラだから島なんだ。イソラって島ってことですね。アイランドもあれなのかも。あ、そうですよ。ゴンドリア島っていうイタリア語。はいはい。Google 使っちゃいました。そう、ゴンドリア島。イソラが島っていうことってことね。ああ。なるほど。羨ましい。いいな。グラッチェ。グラッチェ。勉強になったね。勉強になった。うん、あと長いシートは6名様掛けです。バイバイしちゃったらね。皆さんボナセーラー。ボナセーラー。ようこそベネチアンゴンドラへ。私は案内役のゴンドリエアミリンって言います。よろしくお願いします。さあそして、はい、操船役のゴンドリエクドリアコールです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ゴンドラ大きく右へと曲がってきました。今から通るあの橋の下、あそこはこのゴンドラが通る水路の中で一番狭いところなんです。さあそうすると後ろの操船役のお兄さんの腕の見せ所です。意気込み聞いてみましょう。兄さん大丈夫かい。任せとけって。声かわいい。さあでは皆さん、この辺りから後ろ側、こちらも絶好の撮影ポイントなんですよ。さあ今お写真撮っていただくと、なんと後ろのお兄さんも入りますよ。さあそれでは皆さん、目の前の大きな橋、あの橋がお願い事が叶うと言われている橋です。
このゴンドラの中にお誕生日のお祝いで東京ディズニーシー来たよって方いらっしゃいますか？まだシールもらってないんですけど。大丈夫ですよ。どうぞ。タカです。タカさん、はい、ありがとうございます。タカさんの他にお誕生日だよって方いらっしゃいますか？それではタカさんのお誕生日皆さんでお祝いしましょう。タカさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。すいません。タカちゃんはそこでお願い何したの？ハワイの、うん、ハワイに行きたいですって。ハワイに行きたいです。ハワイに行きたいです。オーストラリアに研修が当たりますように、うん、イタリアにも行ってみたいな、うん、よろしくお願いしますって言った。欲深い女だな。全部旅行、うん、これはね、うん、お願い1個だけした。何？今日僕誕生日じゃない、うんうんうん、だから、うん、今日こそは、うん、ゆかちゃんが一緒に、うん、タワーオブテラに乗ってくれますように。めちゃくちゃ嬉しい。嫌だもん。じゃあしょうがないのでタワーオブテラに乗りたいと思います。出ててくれんの？うん、出ててあげる。本当に？いいよ。誕生日だから？誕生日だから。本当？すいません、すいません。ちょっといいですか？うん、もうタワーオブテラここにあるんですけど。タワーオブテラここにあるんですけど。そっち側ね。あの今どこに向かってるんですか？ちょっと遠回りしようと思って。タワーオブテラここに。いやもう遠回りっていうか全然違う方向に行っちゃってるんだけど。まあまあまあにあるからタワーオブテラ。おお、びっくりした、びっくりした。怖い。びっくりしたじゃねえよ。話がちげえよ。落ちる落ちる。落ちる落ちるじゃねえんだよ。今3回ぐらい。あ、結構怖いね。俺が乗りたいのタワーオブテラなのよ。ほぼ一緒。全然違う。めっちゃ久しぶり。マジで久しぶり。本日の夕食はユカタンベースキャンプです。フルーティーソーダが最高。ディズニー来るとこれしか食ってない。珍しいビーフですかね。やっぱめっちゃ美味しいわ。で今回さ、このなんかチーズソースみたいな見た目の気になってんだけど、ん？ディップじゃね？ぬるは？ぬるは。なんかちょっと申し訳ないの、ケガするのちょっと。二度漬け禁止じゃないよ別に。そう。大丈夫。風味、我が家でこちらはプルートの餌と呼んでます。美味しい。定番で美味しい。相変わらずね、フォークとナイフの使い方が独特なのよね。だいたいね、こっちからね、フォークを刺してこっちを切ってね、フォークの方食べるはずなんだけど、ね、独特なのよね。いいんだよね。あ、落ちた。落ちてるし。ただってことだよね、これね。まあ、独特よね。美味しいね。あ、これでいいんだよな、なんかちょっとメキシカンな感じが。こいつは多分マジで20回ぐらい食ってるけど。絶対だね。うん、美味しいよね。でもね、私ローストビーフ好きかも、こっち。うん。スペシャルセットいいね。うん、このための見方がいいんじゃない？うん、美味しい。そして、デザートのケーキです。マンゴーくるみケーキでさ、くるみがふわってぐらい入ってる。いっぱい。本当だ、くるみわーって入ってるね。うん、でマンゴーが結構ちゃんとしたマンゴーソース、うん、果肉が入ってる、うん、でその上の白い部分は分かんない。私専門家じゃないから分かんない。本当に分かんない。ホイップの何かだろうね。ああ、そうかもね、うん、まあ、くるみのケーキを引き立てる、うん、まあ、ただの白いクリームでしょ、多分。そんな言い方しないでほしいね。美味しいことが伝われば幸いです。ギリ伝わってねえと思う。それでは本日のまとめです。ディズニープレミアアクセスの導入、スタンバイパスが実質ほぼ停止状態、ショーの初回が10席が開放、これらのことについてお話ししていきたいと思います。
まずはディズニープレミアアクセスの導入についてです。週末は購入者が多く10時台で売り切れ。今後のパークの入園者数によりどのようになるか分かりませんが、現状いつでも買える有料待ち時間短縮チケットではなく数量限定の有料ファストパスというような印象を受けました。買ってないんですけど。続いてスタンバイパスが実質ほぼ停止状態。以前私たち2人はパークを楽しむ上で人気アトラクションはファストパス、60分以上は待たずに効率よく楽しくパークを回ろうと心がけていたので、ファストパスもないスタンバイパスによるゲストコントロールもない現状、ソアリンやトイマニなどの人気アトラクションに待ち時間短縮のテクニックはほぼなく効率的に回るのが難しいなと感じました。ディズニープレミアアクセスの導入による今後のパークの変化に注目していきたいです。続きましてショーの初回自由席が開放。シャイニングウィズユーは遅くとも8時50分に列の到着が必要です。間に合ってませんけど。 BBB はアプリ上では12時を過ぎても案内していたのでショーパレ付けははしご可能です。次回また挑戦します。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になったよと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。